さあ最初のポジションになります信州ですが、熊谷ここはシュートまでいかない、パスが少しつながりませんでした。横浜前にボールを送ってジャル・ジャクソン、さあ代わって白いユニフォームの横浜の攻撃ということになります。また河村が行く、決めていきます。早いですね、はい、より打ちやすくなってきますよね。そうなんですよね、ジャクソン選手が来ましたね。川村が来ました。川村中を見ていきますが、ショットクロックが5秒で自分で打っていく、リバウンド飛び込んできました川村です。さあアウダがいった、決め切れてくれればという形なんでしょうけども、なかなか難しいですね。川村から中でボールをつなぎました。再び3点差、森井から川村スリーポイント。いや本当に終盤になるとフリースローの1点がね影響を受けますから、ね、バックドア、そしてチャンジャット川村には藤井、河村スキップパス、森川ワイドオープンコーナースリー、さあ立ち上がりから来ました森川、はい、ゾーン2-3ですね。スローにはジャニング、 2-3 のゾーン川崎潜り込んでバウンドパス、あーちょっとパスですね、はい、うまく間のね、ジャニングに代わってマイケルヤングジュニアが入っています川崎です。また 2-3 のゾーン河村のスリー、さあ長谷川がつきます。ジャクソン連続スクリーン、河村のスリー、さあどうだ、うわーすごい、よく決めましたね。ここで決めてきた河村勇輝、長谷川今日伸ばしましたが、河村ドライブ、早いですね。今日最大リード12点です。今シーズンはこの第4クォーターに弱いというところがあった秋田ですが、終盤引き離しています。ここはエンドワン、川村ここでスリーポイント来ました。を沈めました。大きなフリースローの2得点になりましたね、はい、最後それでも決めてくる川村、力を見せつけました。中山に川村の守備、ジャクソン手を伸ばしたスティール、松崎走っています、川村中へジャクソン、素晴らしいパスですね。これぞ川村のアシスト、中山に川村の守備、ジャクソン手を伸ばしたスティール、松崎走っています、川村中へジャクソン、素晴らしいパスですね。これぞ川村のアシスト、川村松崎に回して、まだ川村には中山がついていきます。ここでスイッチしてカンタ、オリバーが空いた、狙っていました。こうやって返していくことが大事だと思います。河、はい、村スリー来ました、高いアーチで今日3本目のスリーポイント、久しぶりのシュートになったんじゃないですか、ね、はい、さあディフェンススイッチした、どうしてもシュートタッチというのは掴みにくいと思います。アリウープを狙った河村のパス、ヒット、オリバーが厳しくつく、あーっと狙っていた河村、川村からのスティールを狙う中山、ジャクソンのスクリーン、ピックアンドロールではなくて川村が行きます。なんかもっと大きくなっているような、なるほど、体がですよね、はい、そんな感じに見えますよね、はい、ジャクソンです。リバウンドチャージ、ジャクソンを抑えています。川村インサイド決めていきました。オリバーボールを外で回していきます。アウトにした最初崩しましたが、インサイド柏木のところブロック、画面の右から左に攻めていく横浜です。ここは川村からインサイドで合わせていきました。やり合わせでしたね、オリバー選手ね。そうですね、川村、川村には熊谷、非常に激しいマッチアップになっているが、スリーポイントを狙ってくる。残りが5分を切ります。川村インサイドジャストン、返しました。 いやいいプレーです。岡田にはすごく激しいディフェンスだけ、インサイドボールを奪い返しました。いいプレーでしたけど、よく狙いましたね今ね、はい、素
河村速攻、はい、インサイドオリバー、よく狙ってました。前田が入ってきている信州、その前田が河村についていきますが、スピードで圧倒する2ポイント。やっぱりこの得点止まった時にはやっぱ河村選手ですよね。持ち上げますね。はい、さあもう一度栗原インサイド読んでいた河村、1対1、自分でレイアップ決めていきました。そしてこう中盤になってくるとこう足踏みといいますか、はいはいはい、ね、そういった、衝撃もどんどんと伝わってきますよね。ボールが繋がりました。チャールジャクソンピックインサイドオリバー、いやいい合わせです。ボールが入ります。意識していたような印象だったんですけれども、今日はねしっかりあのリバウンドまで、ね、対応できてますよね。そのあたりは修正してきますね。そうですね、アウダー、このホットラインです。河村アウダー、河村ショーハードで一旦間を置きますけど、やっぱ打ってきますね河村選手。はい、2連続ですね、よく決めました。打ってきますよ河村選手。河村が行く、河村抜けてくる、抜けました。こちらが抑えました。早めにピックしたいですね信州、はい、ただジャクソンに入る、行きたいところですよ。さあ本セットからコーナーには2人いる、河村自分で行って決めた、決めた。これを決めるか河村。